よし、あれが輸送車か。なぜ止まっているんだ。うん、どうやら橋が壊れてしまったようだ。ちょうどいい。旗付きのが士官か。念のため4人は仕留めておくか。終わったら無限に合図を送るとしよう。あの像のあたりがちょうどいい。うん、奴らは何かを探しているようだ。誰かをかもしれないな。目立たぬように行動せねば。この辺りに隠れたはずだ。探せ。そこにいるのは分かっている。幼児隠れの術、突入する。は？俺が敵の気をそらす。この辺りに隠れたはずだ。探せ。そこにいるのは分かっている。音を立てるな。手裏剣、せいせいせい。狙いは外さない。刀を使うか。個人的な恨みはない。水のように動け。手に入れた。静かに。暗闇に隠れているのは分かっている。罠か。面白い。動かないで。あんた何者？一匹狼か。ガキか。奴らが探していたのはお前か。いや、私じゃない。私は猫みたいに静かなんだ。こんなところで何をしているんだ。この荷馬車の積み荷を見かけて、こんなところじゃかわいそうだから、私が持って帰ってあげようと思ったんだ。そろそろ逃げた方がいい。ここはお子様のいる場所じゃない。他で遊びな。ねえ、私の罠を見たでしょ。連れてったら役に立つよ。追っ払ったってついていくけどね。お前の相手をしている暇はないんだが。まあいいだろう。ついてこい。ただし言うことを聞くんだぞ。はい、先生。先生はやめろ。準備いいわよ。なぜこんなに時間がかかるのだ。時間がもったいないぞ。抜き足。簡単ね。役所どもを見張ってろよ。そう、静かにね。ちゃんと動くわね。雲の巣に足を踏み入れるってね。我が刃は突入する。バッチリな罠ね。仕掛けがいっぱい。私にもらってほしいって。我ながら超出来。手を貸そうか。大丈夫だよ。ありがとう。鳥の声。進捗は？待って、私が鳥の声真似をするよ。なんだ？うまくいくよ。時間がもったいないぞ。水のように動け。
手裏剣が使える。風を切る。手裏剣だ。私にも一つちょうだい。絶対にダメだ。どうして？突入する。よし、行くぞ。手際はいいんだね。まあ、大人だからな。音を立てるな。猫と鳥、こそこそと。誰もこの荷馬車に触れさせちゃならねえ。静かにして。遅すぎる。神道滅却。あ、面白そう。素敵なメロディー。誰だ。待っているぞ。静かに。手裏剣を使おう。狙いは外さない。頂戴する。水のように動け。音を立てるな。どんどん飲めよ、アホの牛め。ゆっくりと。少女も見張ってろよ。刃が血を欲しがっている。ついてないぜ。教えろよ。なぜこんなに時間。誰もこの荷馬車に触れさせちゃならねえ。道はまっすぐとは限らない。静かに。個人的。突入する。待つのって退屈。今行くわ。なぞなぞかな。楽しいわね。準備完了。水のように動け。手裏剣。一人目完了。剣術いただくぞ。刀を使う。ここに包帯。すぐ治るさ。そうだね。こうじゃなくて、ジャンプして登るの。剣術中だ。刃が血を。刀を使うか。上だ。静かに。手裏剣が使える。風を切る。音を立てるな。やった。二人目完了。こっちにはもっと荷馬車。怠けた荷馬車だね。上には誰も注意を払っちゃいない。飛び乗ってやろうよ。悪い策ではない。行かないの？道があったと思うけど、どこだっけ。ふっ。狐が狩り中よ。いつでも準備はできる。まだ突っかえてるのか。近道をする必要がある。進捗は？今ならどうだ。
さかさた。教えろよ。メロディー、行くわよ。仕事だ。謎々かな。鳥の声。猫と鳥。突入する。刃が血を欲しがっている。まだ終わらんのか。音を立てな。個人的な恨みはない。だけ。あそこの荷馬車が見えるか。大砲が乗ってるやつだ。車輪が止められてるね。自由になりたがってるよ。ならば止め具を破壊するべきだ。今ならどこだ。行かないの。簡単ね。数よりの腕だけ。あ、我ながら面白そう。上出来。素敵なメロディー。静かにして。メロディー、ダメよ。まだ時間がかかる。教えろよ。今の。できるわよ。行くぞ。手裏剣術。せっ、いや。狙いは外さない。便利だな。突入する。静かに。水のように動け。だけ。三人目完了。ちょいと上手すぎるんじゃないのか。どういう意味だい。なんでもない。あと一人。でしょ。誰かいるのか。我が刃は鋭い。次は象の場所で無限に合図を送らねばならん。無限って誰。すぐにわかる。狐が狩り中よ。
こ。蛇みたいに巻いてるわ。鳥の声。なんだ？数よりも腕だ。静かに。音を立てるな。うまくいったわ。仕掛けがいっぱい。誰もいらないんでしょ。できるわよ。バッチリな罠ね。もらうわね。ゆっくりと。仕事だ。静かに。行き道がないぞ。突入する。私にもらってほしいって。うん、ちゃんと動くわね。いつでも準備ができる。手裏剣を使おう。風を切る。頂戴する。突入する。水のように動け。音を立てるぞ。何か聞こえたぞ。あとどの静かになるんだ。この場所はおっかねえよ。気が幼児隠れの術。音を立てるな。頭を下げていろ。はい、先生。全体進め。上様のために。抵抗もほとんどなく二馬車を抑えた。
相変わらず切れる腕前だな。正直に申すとちょいと手助けがあったのでな。ああ、連れを見た。彼女はどうだ。ちょいと手荒だが才能は確かだ。それか俺が不注意になっておるのか。どうやって俺に忍び寄ったのか。なんだって隼人殿。なんでもない。隠れ家で落ち合うんだったな。名は何と申す少女よ。ユキです、お侍様。いい名だ。私は大城無限。恐れることはない。隼人先生のお友達ですか。そうだと思いたい。奴はそうは思っておらんかもしれぬがな。お侍様、お二人と一緒にいてもいいですか。ちょっとだけ。どうするか考えておったところだ。隼人殿は実に感心しておるようだが、しかし幼子をこんな危険な目に。お願いです、私はあの方の弟子になりたい。あの方の技を覚えたいんです。考えておこう。